吉田トンのいいフットボール。はい、こんばんトンです。吉田トンです。よろしくお願いします。というわけで今日はですね、この動画が上がってるのが水曜日の18時ですから、もう明日の10時59分までしか獲得できないこちらのクリスチアーノ・ロナウドを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、その前に、昨日の動画で、いただいたコメントの方を読んでいきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、というわけでね、まず最初のコメント、いいフットボーラーちゃん、最近見るようになったけど24回制限ってのが面白い。ありがとうね。ね、何回とかで毎回ちょっと変わるん、23回だったら24回って。あれはね、僕の、お金の予算によって変わるんでね。それが多分あ、50回だったらちょっと余裕あるのかなとかね。たまに13回とかだったら、あ、ちょっとお金ないんだなとかって思わさせていただけると、そこもより楽しめるんじゃないかと思いますね。よろしくお願いします。どんどん行きましょう。はい。ヒデヤンさん。こんばんトンです。いつもファミリーみんなで見てます。嬉しいよ。ファミリーで吉田トンを楽しんでいただいてるんですか？それはどうもファミリーの皆さん、ありがとうございますね。これからも一緒にちょっといいフットボールを楽しみましょう。ということで、ね、どんどん行きましょう。ドゥーカちゃん。いつ撮ったん？いや、この、多分、江藤のことだよね。江藤は前の、復刻する前の、初期のガチャの時に撮ったんで、ずっと眠ってましたね。それをさ、掘り出して使ってきました。ということで。はい、どんどん行きましょう。ワイプロちゃん。ビエラと見分けつかないので、江藤退場でお願いします。なんでだよ。そこは、ね、昨日ありましたけど、ライブ配信中にね。シュート外して、みんなが、何やってんだよ、そこ決めないと、みたいな感じで、よく見たらビエラがシュート打ってたみたいなありましたけどね。そこは、なんか背丈とかでね、見分けつけてほしいなんでね。どんどん行きましょう。キャプちゃん。江藤のことをウィキペディアで調べてきました。カープから巨人、ライオンズと渡り歩き、最後には巨人のコーチになったみたいですね。なんとカープ時代にはホームラン王2回、打点王1回の輝かしい経歴が、これ違う江藤やないかい。これ、江藤ね。俺が紹介したの、江藤だから、めちゃくちゃ長いし。めちゃくちゃ長いから途中で気づいちゃうよ、これ。ねえ、本当に。びっくりしましたけどね。というわけで、じゃあ最後行きましょう。たくやちゃん。江藤は、自分はスペインリーグイベントで重宝してる。あ、トンさんが操作してる時は、エトンだった。大暴れのエトン。素晴らしい。勝つぞ。はっはっは。ということでね。もうエトンで、これからもエトンって呼んでいきましょうね。たくやちゃんね。よろしくお願いします。はい。皆さん今回もコメントたくさんありがとうございます。ではちょっと、ロナウドの方に行ってみたいと思います。スタート。って言ってもすぐ上にいますけどね。はい。というわけで、ね、ロナウドの育成こんな感じになってます。タレポ見てみましょう。これね、リスナーの方に教えてもらった、育成です。もうシュートとパスは振っておりません。でドリブル10、クイックネス9、脚力11、エアバット5ということで、そしてこの能力になります。まあ、ボールキープに関しては、80に乗るように、で、ポゼッションの監督の効果で81になってるんですけどね。決定力低いんじゃないかと思うんですけど、多分これフェノミナルついてるから、スキルがね、今、こんな感じなんです。スルーパーチェイシング、エアバット追加つけてますけど、フェノミナルついてるから、結構決まります、やっぱ。フェノミナルで多分4ぐらい増してんじゃないのってくらい決定力上がるからね。まあで、極めつけやっぱキック力ね、98があるんでね。で、やっぱ逆足頻度精度最高ということでね。このロナウドが一体試合でどのような活躍をするのか、お楽しみにしておいてください。では試合の方行ってみましょう。ゴー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 。はい。というわけで、マッチングしてみましたので、やってきます。アーセナル FC さん、よろしくお願いします。というわけで、ロナウドの調子を見ていきましょう。ロナウドの調子。普通か。まあまあまあ、普通でも、まあ、見合って言っちゃったけど、普通でもまあまあ、通常同様で力を発揮してくれるというか、これね、やっぱ B 固定じゃないのがね、やっぱちょっと不安なところあるけど、まあまあ、でも、本当に普通でよかった。さあ、というわけでやっていきましょう。はい。というわけでね、試合の方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、やっぱ決定力、フェノミナルのちょっと力をね、見せつけていきたいなと思うんですけど、よし、これユニフォーム見づらい？大丈夫だよね。お願いします。さあ、まずは。サイドに来るか。なるほどね。相手のチーム見るの忘れちゃったな。
これヤバとあるからこれつなげます。あ、ごめんなさい。さあどうくる。うまい、絶妙な、絶妙なベルカンプのシュート。でもフェノミナル持ってないですからね。えベルカンプフェノミナル持ってないから、ロナウドがじゃああのシュート打ったらどうなのかってとこ見せていきましょう。いやー、すごいなプレスが、すごいなプレスが、かなり熱くなってるな。これどういう意図なんだろう。いやそこどうしよう、ちょっとロナウド意識しすぎてるから。いや意識した方がいいのよ。来たよ来たよあのやばい、でもやばいでしょあれ。あれあれあれは決めないと、一本目はしょうがない、ちょっと距離があったから。あれちょっと待って、いや大丈夫、絶対チャンス来るから。来た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 、これ来たよ。あれちょっと待ってちょっと待って、動画だよ、動画だから決めないと。あれ動画だから決めないとさ、ロナウド。オッケーオッケーオッケー。ちょっとねちょっとポストにちょっと当てすぎかもしれないなロナウドじゃなくて吉田トンのちょっとあの影響力が強いわ。ポストにちょっと当てすぎだもんな。ポスト協会会長の力がやっぱ出ちゃってんな。弾道がでもいいね、今のね。なんかちょっと無回転っぽいような、なんか。いいパス。これやっぱ両足使える選手の。いいよ、いいよ、来たよ、来たよ。さあ、ロナウド。お前じゃ決めないといけないで、なんでお前そんなとこ走ってんだよ、もう。お前がシュート決めないといけないだよ、この試合は。これ行こう。来た来た来た、ナイスパス。しゃーしゃーいいっす、やっと来たやっと来たよ、ラッキー。これよ、これ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 、来た来た来た、これこれこれ、イエーよしよしよし、結果的に活躍したね、よかった。ちょっと本当に心配だったけど、最後やっぱいい締め方できたロナウド。いやこれスパサブつけたらもっといいかもしれないね、というわけでね皆さん、ロナウドなんとか活躍できたんでね。いやでも決定力がいいと思う。たまたま、僕がポスト協会に入ってるからああなってしまったんだけど、ね、いい感じだと思いますので皆さんぜひ獲得してみてください。では今日の動画は以上になります。オーストンでした。とチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。